べりも煽りも評判通り罰王様か聞こえない。このダメリーはセクシーな恋来るもの拒まる去るもの追わず一度相手も離れられない。これであなたも私のバリコー誰のマイクも通常どすらに目がない雨山の使命感を言い過ぎてごめんのマジで落ち着きまーマブビー走りくるの中村アーメン私に注目を貸し上げます。阿部ちゃん高橋やぐらはオレンジタンタンポンカンギンカンアンポンタン得意技はケンケンバン届きませんか。アンニュイヤー最後に登場前ならと私の存在忘れてない。アイドル界のスーパーデュージェみんなの視線をいただきバトン我らが最強日本はちゃちゃ日本わちゃちゃが盛り上げたいと思うんですけれども、はい、ね、皆さん足止めたりとかして見ていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。私たち日本わちゃちゃはです
ですね、もともとは大阪で今は東京拠点にしているアイドルグループなんですけれども、はい、皆さんが知ってる普通に歌って踊ってだけのアイドルじゃなくて曲ごとに演出をしたりとか、はい、もう初めて見る方も目で聞いて楽しめる DJ を含めた6人組のアイドルグループでございます、はい、で今日日本わちゃちゃですね、うん、初めて岡山県に来させていただきました。日本わちゃちゃこんなグループやねんっていうのを本当に90分ぐらい使って喋りたいところなんですけれども、いやいやいや、だって岡山県初めて来たんよ。そうですよ、しかもうちのお兄ちゃんの奥さん岡山の人なんですよ。だからあの、知らんよ、お兄ちゃんの、あの奥さんの家族に認められたいモブは結構わちゃちゃとして。ちなみにその奥さんたちは見に来てくれて？あ、ないです。ないです。そうだからね、本当はね、ちょっとみんなにいろいろ話したいとこなんですけれども、はい、こちらのステージ15分ちょいと、もう時間が限れておりますので、はい、今からノンストップで日本わちゃちゃといえばこんなグループっていう曲をね、たっぷり詰め込んで岡山県の皆さんに届けようと思っておりますので、ね、ぜひぜひ日本わちゃちゃの、あのステージ裏でさ、メインステージ大御所様がやってはるやん。そうですね。そう、だからちょっと鬼ヶ島ステージもちょっと負けてられへんから。そうやね、キャリーパミュー岡山さん負けてられへんから、ね、あらら、ちょっと甘噛みした。湘南の風さんにつなげれるように、日本はちょっと一緒に楽しんでてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わちゃちゃ写真動画撮影 OK ですので、バシャバシャ撮ってください。 SNS にも載せてください。それでは聞いてください、ソークマクイーン。
いい教育してますね。すごい、もう将来のオタクですよ。ただウサギのぬいぐるみの持ち方こうでしたけど、汚くないよ。次の曲なんですけども、アイドルの功労すべて詰まった曲となっております。オレンジと緑がオタク役をしまして、今日は声出して OK なので、もしコール分かるよって方は一緒にコール打っていただいて、もし分からないよって方一緒によかったら手拍子付き合ってください。それでは次の曲聴いてください。クール、最後まで言えるかな。思いを込めた曲です。君とクエスト。
ん、手拍子お願いします。Come on.